ヒーローズジャパンスペシャル、イエーイ。皆さんこんにちは。こんにちは。さあ始まりましたヒーローズジャパンスペシャル、この番組は我が国日本を元気に立ち上がる大和魂、そんな志のもと集まった中小企業の経営者、経営幹部が日本を元気にする活動をしているヒーローズクラブの活動ですね、情報発信していく番組になります。それでは今回の出演者をご紹介します。アイワン職員のイオリンです。よろしくお願いします。山崎文英の山ちゃんです。そしてメディアラボのむっちゃんです。この3人でお送りしていきます。さて今回はカムタカラ米復興プロジェクトについてお話をしていきたいというふうに思います。私たち2021年から農業を復興していこうということで、完全無農薬の古代米の復興に取り組んできています。でそしてですね、今年からはこのプロジェクトをどんどん広げていこうということで、半農半 X というプロジェクトを新たに始めました。半農半 X は半分農業に取り組んで半分自分たちの本業に取り組むというですね、ヒーローズの中小企業が実際に農業に携わって完全無農薬のお米を作るってどういうことなんだろうということをですね、体験させていただいてます。それでは、みんなで VTR を見させていただきたいと思います。 VTR どうぞ。まず雪の方っていうものを学ぶところから始まったんですけど、まあ、1年間の流れみたいなのを教えていただいて、そこから実際の田んぼの整地っていうところを、耕したりとか平らにするっていうところをやらせていただきました。いやー面白いですね。本当になんか耕してるっていうか、農地にこう繋がってる感じがしました。もうみんなで食べることによってみんなが体から元気になって精神も元気になって、そしてみんなが日本が明るく喜びあふれる国につながっていくんだと私は信じて、一生懸命一日一日やっています。農業のことは全く分かんないので、分かんないことだらけなんですよ。日々1年生でゼロから学んでこれを習得させていただいて、今度やっぱりみんなに伝えていくっていう、そしたらこのことが世界に日本の素晴らしさっていうものが伝わるぐらいのものが改めてできたっていうぐらいのことにやっぱりしたいですよね。有機農業の場合は一般の農業と違って覚えなきゃならないことが本当にたくさんあるもんですから、まあ、これからちょっと時間はかかりますけれども、皆さんと一緒に、検証をしながらね、いい形の有機農業がみんなと一緒にできるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。カムタカラ米復興プロジェクトについてご覧いただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。どうですか、山ちゃん。はい、私たち農業1年生でね、はい、させていただいて、まあ、最初こう農業とか食のことって本当に知らなかったんですけども、先生方に教えていただいて、でやっぱり日本の今、農業自給率が 37% になっているとかですね、そして今農家さんはどんどん少なくなって、で100万人減少して10年後にはなくなってしまうんじゃないかとか、あとそうですね、たくさん農薬が使われてるんだっていうのも結構びっくりしたことで、まあ、だからこそ完全無農薬のお米を作るっていうことは本当に価値があることなんだなということでですね、で農家さんと中小企業が力を合わせられたらいいんじゃないかって思ったのがこの活動のスタートなんですよね。そうですね、うんうん、私は愛和食品という食品会社で仕事をしていて、飲料だったり食用だったりを皆さんお客様にいつも届けている会社なんですけども、まあ、その仕事からじゃあ農業を実際やってみようということで、本当に転職した気分ですね。週の半分は農業で栃木県の塩谷町の方に行っているので、まあ、仕事終わってそれから栃木に向かって、で朝から農業してという、なんか本当に生まれ変わった人生が生まれ変わったような気分で、楽しみながらいろいろ学びながら美味しいお米を作っていこうと一生懸命頑張っています。いろんな虫たちが育ててくれている、土を育ててくれている、その中になんか私たちのお米の苗を植えさせていただくっていう形で、すごいそれが作業してて、わかります、鳥たちもすごい飛んでくるし、飛んでくるよね、トラクターで耕した後は、もう鳥がどっからともなく集まってきて、虫をついばむっていう、やっぱり土が生きているっていう証拠なんだなって思いながら、いつも仕
仕事をしております、はい、実際普段こう仕事をするとこう私たちは IT の仕事なので、うん、まあ、机の上でいろんなシステム開発をしたり、うん、お客様先でどういうふうにシステムを作っていったらいいかみたいな話をするんですけど、やっぱそこの中に、いや実は昨日農業行ってきたんですよっていう全く新しい方が入ってくるんで、すごい聞いてて、え、何やってたのみたいな話になってくるっていうのが、まあ、すごく一つなんか面白いなと思うというのと、私もお客様に買っていただいたりとか、まあ、友人が買ってくれたりとかって形で食べていただくんですけど、もう後から電話かかってきたりメール来たりで本当美味しいねって言ってもらえるのでぜひ楽しみにですね、僕らもさ、はい、頑張って作んないんじゃない、そうですね、相当やりがいがあります、そう言っていただけると、はい、食べていただきたいというふうに思います。ヤマトプロジェクトの、応援 EC サイトの方で、カムタカ米購入できますので、ぜひ、皆さん味わって、そしてぜひ農業を、応援してください。よろしくお願いします。お願いします。はい、概要欄に書いてありますのでぜひ見てみてください。はい、以上、カムタカラのマイ復興プロジェクトでした。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、先日始まったヒーローズ屋久島プロジェクトについてお話ししたいと思います。今回のメンバーは、銀座市大島のタクションです。ヒーローズクラブ事務局長のケンちゃんです。そして株式会社石田の4人です。ケンちゃん、はい、このヒーローズ屋久島プロジェクト、うん、どんなプロジェクトなんでしょうか。ですね、私たち15年前ぐらいから屋久島にねすごくお世話になっている場所だったんですけども、今回ですね、まあ、土地を5年前ぐらいからずっと探してまして、モッチョム岳が見えて海が見えるっていう土地が偶然ですね見つかりまして、購入をさせていただくことになりました。でここではですね、主に企業研修もそうですけども、次世代の子どもたちをやっぱりみんなで育てていくっていう、そういう自然と調和した地域の方々とも調和した新しい取り組みの場所にしていきたいなというふうに思います。今回私たちはですね、こう屋久島の土地にですね、こうただ建物を建てて何かこう場所を作るということではなくて、やっぱりこう人の手が加わってしまったところをですね、本当に屋久島本来のお土地の姿に戻したりですね、例えば木だったりとか、そこに植わっている草だったりっていうのを本当にこう自然とこう循環させる形に戻していくっていう、そんなようなプロジェクトをやっています。今回そのヒーローズクラブの中のキッチンをちょっと私が担当することになりまして、うん、まあ、なんかこう何もないところから、どういうふうにこうみんなをこうおもてなしできたりとか、そのみんなの健康を考えて、その屋久島の土地でできたお野菜とか、うん、もちろん周りが海ですから魚を、うん、どのようにこう調理してみんながこう元気になったりとか、体のメンテナンスができるような、そんななんかお料理を作って、なんかそういう来てる方々が、元気になってこう帰っていかれるような、そんなお料理キッチンをなんかこう作っていきたいなというふうに思ってます。うん、で今回こう第一再生のプロジェクトのことなんですけど、うん、具体的にこうどんなことをやられたんですか。まあ、私は主に玄関入り口のところを担当させていただいたんですけど、本来風っていうのはいろいろこう風上から霜に抜けるっていう中で、やっぱり人が人工的に植えた木々とかがですねありまして、やっぱり風霜の植物に風が当たらないことによって、まあ、空気が循環しなかったり、何かこう息苦しく感じる植物が非常に多いっていうことで解説をいただきまして、で今ある風上にある植物を根っこからきれいに移植して、本来あるべき風の通り道をきちんと作った上で、その取った植物もきちんと自生できるような形で植えさせていただいたりとか、とにかくですね、風の通り道、光の当たり方とか、あと土のなんていうんですか、傾斜とか水の通り道とか、そういったことをこういろいろ教えていただきながら、本当に土いじったり木触ったりとかってしながらやってたのがすごく面白かったですね。本当ですね、うん、行った時私はこう子供たちと一緒にこう穴を掘ってたんですけど、こう穴をまあ3、40センチ掘ってですね、まあ、そこにこう中に砂利を入れたりとか、コンクリートの張った殻とかですね、を入れて、で今度その燃やした炭を入れて、本当こう土の中にこう空気の循環がこう起きるようにっていうこうする作業をさせてもらったんですけども、やっぱりなんか本当にこうそこで出たものだったりとかっていうのを本当にこうまたその大地に戻すじゃないですけど、今あるものが良くないからじゃなくて、本当にこうそこでまたどんな循環ができるのかっていうのをこうやらせていただいたんですけども、
すごい子どもたちもこう楽しんで穴掘ってですね、なんかそれが本当にこう大地にとってこうよりより循環になっていくっていうのをこう感じられるっていうのもすごいなんかいい点でしたね。そしたらね、これからもこの活動についてですね、こうまたこう報告していきたいなと思います。それでは今回のヒーローズジャパンスペシャル以上となります。次回もお楽しみ、ご覧いただきましてありがとうございました。メディアラボのむっちゃんです。メディアラボのぐっちです。なんとですね、7月30日にメディアラボ協賛で大和プロジェクトを開催することになりました。はい、7月30日15時ですね、午後の3時から神田明神ホール、神田明神の境内から上がっていくというすごい場所でやらせていただくことになりました。ぐっちは出るんですか？僕も和太鼓で参加をいたします。はい、和太鼓だったりとか、今のですね世の中の現状どうなっているのかという話であったり、あとこれからですね中小企業集まって日本元気にしていこうという活動をして、みんなでお祭りをやっていこうというプロジェクトになりますので、ぜひ皆さん、参加していただけると嬉しいです。チケットは大和プロジェクトの応援サイトから購入できますので、概要欄からですね見ていただいて購入いただければと思います。とっても楽しいお祭りになりますので、ぜひ皆さんいらしてください。お待ちしてます。株式会社石田の4人です。けんちゃん、はい、この焼き島プロジェクトいやなんか偉い急だったな。